キシユータ、ラブを込めた、新グループ名、ナンバーアイ、の由来説明、平野氏シヨ宮ジングジ・ユータともと、キンプリ3人が最終号主号。キシユータ、平野ノシヨウ・ジングジ・ユータが、新たなグループ、ナンバーアイ、を結成し、その名前の由来と、今後の展望について明らかにしました。 ジャニーズ事務所を退所して、飛べに加入した岸優太タの新たなスタートに多くのファンが注目しています。新グループナンバーアイの発表。アイドルグループキングプリンスのメンバーである岸優太タが5月22日にグループからの脱退を発表し、ジャニーズ事務所も9月末で退場しました。 そして、15日、岸は滝沢秀明さんが設立した芸能事務所、とべ、の公式 YouTube 生配信に登場し、元金プリのメンバーである平野潮と神宮寺優太と共に新しいグループ、ナンバーアイ、を結成することを発表しました。この発表は、東京ドームで行われた特大サプライズイベントで行われました。 騎士はジャニーズ事務所を退除してからわずか2週間で、滝沢さんの新たな事務所、とべ、を新しい活動拠点と選びました。その瞬間、観客のいない東京ドームに登場し、平野氏洋と神宮寺ゆうたに出迎えられました。騎士は平野と神宮寺に迎えられると、新しいグループ、ナンバーアイの結成を発表し、その名前に込められた意味を説明しました。 騎士は一番を目指すのは大切ですが、何より大切なのは道筋、と、ナンバーワン、オンリーワン、ラブ、アイ、の、アイ、の意味を込めたことを述べました。さらに、グループのロゴデザインも初披露され、新たなスタートの象徴となりました。グループ活動の主導、ナンバーアイはこの日から本格的な活動をスタートし、YouTube チャンネルやファンクラブも開設されました。 キシユタの公式 XQ ツイッターアカウントもオープンし、新たなファンとの交流を始めました。初投稿では、3人のメンバーが笑顔でオフショットを披露し、ファンに喜びを届けました。今後について、キ士は音楽を追求して新たな自分と出会いたい、と力強く語り、平野はコンサートはやっていきたい。 僕たちらしいものを詰め込んで皆さんとの距離を縮めたいと意気込みを示しました。神宮寺もファンに向けてファンの皆さんが不安にならないように応援してよかったと思えるグループになっていきましょうと力を込めました。ファンの関心の高まり、YouTube 生配信の視聴者数は約67万人以上とジャニーズ退場メンバーに対する関心の高さを示しました。 騎士は配信の締めくくりで、今後もよろしくお願いします。行動で皆さんに伝えていきます。とファンに感謝の意を伝え平野は皆さんを楽しませたいという一心で頑張っていきます。と全国のファンに向けて呼びかけました。騎士優太、平野志洋、神宮寺優太が新グループナンバーアイを結成し、その名前に込めた意味や今後の展望について明らかにしました。 ジャニーズ事務所を退所し、ト部に合流した彼らの新たなスタートに多くのファンが期待しています。ナンバーアイの活動を楽しみに待ちましょう。熱狂するファンの期待。この発表によって、ファンの間で大きな興奮が巻き起こりました。数々のコメントや SNS 上での投稿には、彼らの新たな始まりへの喜びと応援の声が溢れています。 特にキシ太タの新たな決断に対する賞賛と彼らの結束への祝福が多く見られました。ファンからはナンバーアイの活動開始を心待ちにしているという熱いメッセージが届いています。彼らの新しい音楽活動とパフォーマンスに対する期待は高まるばかりで、今後の活動にますます注目が集まることでしょう。トベとの連携。 岸優太と共に新たな道を歩む平野潮と神宮寺優太も、戸部との連携を強調しました。戸部は滝沢秀明さんが設立した新しい事務所であり、彼らが新たなステージで活躍するためのサポートを行っています。戸部は新しいアーティストやクリエイターたちが自由な発想で活動できる場を提供しており、 彼らの才能を最大限に引き出すための環境を整えています。シユータと平野市を、神宮寺ユータが、この新しい環境でどのような活動を展開していくのか、多くのファンが楽しみにしています。グループ名の意味、ナンバーアイのグループ名に込められた意味について、彼らはそれぞれの考えを述べましたが、ファンからも様々な解釈が寄せられています。 グループ名には多様な意味合いが込められており、それぞれのファンがその名前に対して深い共感を抱いているようです。ナンバーアイの意味についてのさらなる詳細は、今後のインタビューや公式発表によって明らかにされることでしょう。ファンは彼らの活動を通じて、グループ名の背後にある思いにもっと触れることを待ち望んでいます。新たな挑戦への決意。 岸シユ平タ、ヒラ神宮寺優太は、新たなグループ、ナンバーアイの立ち上げを通じて、新たな音楽やエンターテインメントの世界に挑戦する決意を示しました。彼らはファンの期待に応えるために全力を尽くすとともに、新しい可能性を探求し、自己成長に努める意志を強く示しました。 ファンは彼らの決意と情熱に共感し、新たな旅路について彼らと共に歩んでいくことを約束しています。岸シユ平タ、ヒラ神宮寺優太の新たなグループ、ナンバーアイの活動は、彼らの熱い意志と才能を存分に発揮するものとなることでしょう。ファンからのメッセージ。岸シユ平タ、ヒラ神宮寺優太のファンは、 彼らの新しい始まりを心から祝福し、全力でサポートする意向を示しています。彼らの音楽やパフォーマンスに対する愛情と期待は厚く、今後も彼らの活動を支え続けることを約束しています。ナンバーアイの成功と成長を願う声が SNS ェや各種メディアで広がっています。ウェアか